こんばんは。こんにちは。おはようございます。安藤です。今宵もドラゴンクエスト4リバースト伝説をやってまいります。それではやっていきまーす。まさかの、リバーストが、主人公で、過去の物語、3年前だっけ？まさかこういう展開になるとはね、全く思っていませんでしたので、びっくりしましたね。いくらすぐに来てほしいと手紙に書いてあったからといっても、何もこんな夜更けに出発することはないでしょうに。あ、俺のこと言ったんですね。なんでリバーストが、この街を出発することになったのか。あ、あれは。えい、やった。あ、リバースト、うん。今、格闘術のお稽古していたの。いつもいつも守られてばかりなんてそんなの嫌。私だって強くなりたいの。だから頑張るわ。今回の旅一緒に行けなくてごめんね。気をつけて行ってきてね。私待ってるから。なるほど。この棒がずーっと気になってたんですけど、なんていうか、牧人剣みたいなやつ、なんか、修行に使う棒みたいですね。お、あのじいさん、相変わらずっていうか、何年も前からやる。え？わしが覗きをしておるじゃと？たわけ！これは覗きなどという不埒な行為ではない。いわゆる目の保養じゃ。なるほど。っていうか、犯罪ですよ。今から入るんだからエッチね。でもリバーストさんなら許せちゃうかも。うふ。まあ、なんやかんや言うてもね、リバーストもこの時点ではレベル1なんで、しかもどこの剣とかなんだよね。あ、この辺全然違う。メルは、やはりこれからの時代は剣術よりも魔法だよ。そうは思わないか、リバースト。俺は最近呪文の書物を独学で勉強し始めたんだが、これがなかなか面白いんだ。リバースト、今度の旅から戻ったらお前も俺と一緒に魔法の勉強を始めてみないか。うん、なんだよ、いさまいかにもやる気のなさそうな顔は。そうなんですよね、リバーストさんは戦士なんだよね。なので魔法は全然ではダメだね。とっても泣き虫な子だったからね。ほら、アネイルの温泉さ、初めて来たが本当にいい温泉だべな。ほら、お肌がツルツルだべ。お、カハン。リバースト、お前ミントスに行くことになったんだって？するとこの辺では見たこともないような魔物とかに出くわすこともあるかもな。ああ、羨ましいぜ。俺もお前の旅についてきてんだがな。何しろ親父の宿屋の店番があるからな。大体よ、こんな宿屋にこんな田舎町に宿屋は2軒もいらねえよな。こっちの店の方はいっそのこと別の施設かなんかに改装しちまった方がいいんじゃねえかな。へえ。あ、ほんとだ。宿屋のマークがついてますね。なるほど。温泉街だからってことなのかな。面白いですね。なんか FF11 の過去になんか行った時の気持ちみたいな。今でもはっきりと思い出す。あれはリバストが生まれてすぐのことじゃった。このアニールの町にどこか遠くの異国の地から一人の若者がやってきた。男はアニールのある美しい女性に恋をした。
しかしその相手はあろうことか夫も子供もいる女性じゃった。男はそれを知りつつ彼女に熱烈な求愛をした。もちろん彼女はそれを拒んだ。しかし男は決して諦めなかった。そして男はついに強引な手段に出た。言葉巧みに彼女を街の外へ連れ出すと、なんとそのまま彼女は自分の国に無理やり連れ帰ってしまったのじゃ。その後彼女がどうなったかは誰も知らぬ。今生きているのか死んでいるのかさえも。生まれて間もない愛する我が子と最愛の夫から引き裂かれ、異国の地へ連れ去られていく。彼女の心情を思うと心が痛む。もし彼女が生きているならば一目でもいい。こんなにも立派に成長した息子の姿を見せてやりたいものじゃがの。まあ、リバストのお母ちゃんが連れ去られたってことなんだね。ああ、親父さんも亡くなってるんだ。君のお父さんはとても腕のいい鍛冶屋だったよ。今でも彼の昔、今も彼の昔話をしていたところなんだよ。昔話といえばありますよ。お主は覚えておるか、あの、大鶏の魔物のヒナを。なんじゃ、覚えておらんのか。いつだったか、お主は幼い頃、どこからか大鶏の魔物のヒナを拾ってきたことがあったのじゃよ。あれはなかなか可愛い魔物じゃった。しかし、大きくなって町の中では飼えないということになり、野に放すことになった。あの時、お主は三日三晩泣き続けて、親父さんも随分困っておったんじゃよ。まあ今となっては全てが懐かしい思い出じゃな。ピントスの町に行くそうじゃな。聞くところによるとあの町にはどえらい金持ちが住んでるそうじゃ。ああ、なるほどね。この下半と大親友のお前だ。お前も私の息子同様、同然。何かあれば私を父親だと思って頼っていいんだよ。おう、そうだ。疲れてるだろう。一休みしていくかい？はい。おう。よし、じゃあ、あ、ちょっと待って、あのじいさんは。アネールの温泉は最高じゃの。アネールの民がみんな長生きなのはこの温泉のおかげなんじゃよ。いや。ああ、あの、ビバストさんは相当な、なんというか、イケメンなのかな。あれ、挨拶まだしてない。あれ違うよ。あれ挨拶してないのは誰だ。こいつはお肌ツルツルのおじさんでしょ。誰だろう。もう一回じゃあ教会に戻りましょうか。
このシスターがなんかリバフトの育ての親なのかな。あ、でもあれか、お父さんこの間まで生きてたのか。いや、リバスト、最近弟のメルバが妙な書物を読み漁るようになってしまってね。昔から一つのことに取り組むととことんまで追求するやつだったけど、今度は何に集中しているのかね。ん？何か買い物してくのかい？おう、そうかそうか。よし、わかった。じゃあ、薬草を買ってこうかな。何しろ魔法使えないからね。さてと、これで全員じゃないかな。あ、これで OK ですね。さてと、なんだっけ、ミントスってどこにあんの？そもそも。ちょっと南下してみようか。この時代はこの付近もまだ敵が弱、弱い魔物しかいなかったんですかね。コナンベリー。コナンベリーに来たけど。おほう、アネイルから来なさったか。あの町の者はみんな元気でかなり長生きだそうじゃの。心配だ。最近私の髪が急激に減り始めている。ああ、私はどうしたらいいんだ。カツラだけはどうしても嫌なんだ。うん、もう手遅れだよ。港町に長く暮らしていると自然と人を見るのが鍛えられてくるんだ。人は見かけによらねえっていうが、俺にわかるべ。あんたただものじゃねえだろ。これみんなで同じこと言ってる。ご近所さん向けのお土産には何を買おうかしら。迷うわね。あ、そっか、船で直接行けちゃうんだ。時にはドーンと金をかけていい品を買わないとな。ヒノキの棒を持って、ツッコミ待ちか。なんでやねんみたいなね。恐ろしい地獄の帝王もいないし、魔物たちもおとなしいので安心して暮らせますよ。あ、静か。ちょっと金を稼ぎに行きましょう。どうせその船の切符も買わないといけないし、レベル上げと金稼ぎ。もうピピやめて。お、大丈夫です。めっちゃ逃げるね、この敵は。こっちレベル高くないのに。
かなんだかんだこの時点でリバストさん結構強いのかな。まあ、敵が弱いのもあるんだけど、まだレベル2だからね。よっしゃ、そろそろいいかな。100ゴールドか。地図が50ゴールドだから、オービット唱えるんだ。もうちょっと稼がないとダメか。おや、どうやどうやどうやどこだっけ。うん、ここ怪しいとこ行くよ。若い女の子を紹介すべしだなんて、そんなこと本当に神様がおっしゃるのだろうか。何ですか、あなたは。私はこの人に神のお告げを伝えていただけですぞ。うん、いいね、素直で。おー、なんか、お見合いパーティーみたいな。今夜私と特別な一夜を過ごしてみない？はい。でも中途半端な遊びはいいわ。あなたとなら本気で結ばれたいわ。本当にいいね。いや、それはちょっと。ゲームオーバーになりそうで怖い。竜王の、なんか、最後の選択肢をちょっと思い出しちゃって、本当に結ばれていいの？いいってやっちゃうと、なんかそのまま平和に暮らしましたとさ、って終わっちゃいそうで。先に地図を買っちゃおうかな。ほんで、あと、なんだっけ、チケットも買って、高い。そっか、70ゴールドか。武器は。別に今の時点で買わなくても大丈夫かな。革の盾。高い。革の帽子買えるな。買うか。あれ、あ。装備できないのか。じゃあチケット70ゴールド貯めるために頑張りましょう。なんならちょっと飛ばした方がいいかもしれないですよ。このシリーズの序盤はね、結構早送りしたりカットしたりを多用してますけど、まあいろいろね、試行錯誤してるというか、悩みながらやってるんですけど、やっぱりあえてカットしない方向の方がいいのかなって思って、最近はちょっとカットしない方向でやってます。まあ何かご意見がありましたら、コメントの方をお願いします。
もう、結構頼むの早いな。じゃあ、チケット買って。ほいし、じゃあ、これで、何でしたっけ。ミントスに向かいましょう。この船はミントス経由エンドル行きです。乗船券を拝見いたします。はい、確かに、目的地はミントスですね。では船にお乗りください。子供って少しもじっとしてられないんだから。おい、ガキ。わーい、お船だ、わーい、わーい。船の中ってなんだかワクワクしちゃうわ。船の中ね。船の中っていうと、高校生の時に家族で大島に旅行に行ったことがありましたけど、ワクワクした、したかな。そういえば。一番安い多分ね、チケットだったんで、なんか広い、他の家族たちもみんな、こう、広いね、なんか、カーペットみたいなところで、みんな雑魚寝してたんですよ。部屋とかもなくて、敷居もなくて、みんな、もうその辺に転がって寝てて、で、ずーっとね、その夜のうちに、海を渡って、で、朝早く大島に着くみたいな感じだったんですけど、すごいあの船の、なんていうの、ボイラーっていうのかな、エンジンなのかな、あの音がね、すごいガーって一晩中響いてましたね。今考えたら、あれ、甲板とかに行けなかったのかな。やっぱりあれなのかね、安いチケット買ってるような貧乏人は甲板に上がらせてもらえないのかな。まあちょっとね、甲板とかちょっと、よく考えると、ちょっと夜の夜中だと怖いかもしれないですね。俺がこの船の船長。もうそろそろ出航の時間だが、お客さんの準備は OK かい？はい。よし、来た。船を出すぞ。光を上げろ。あれ、ミントスって、どこだっけ？記憶いないね。ミントス経由エンドリキって言ってたから、ここがミントスなのかな。これからこの船はエンドリへ向かう予定なんだが、困ったことに船が故障してしまったんだ。修理が終わるまではしばらく出航できそうにないな。やれやれ。体質なんでね、わかりますよ。子供センパー飲んだ方がいいよ。長らくのご乗船お疲れ様でした。ミントスにご到着です。お忘れ物のないようご注意ください。おう。あれ？大鶏ってこんなに、え？行動パターンもなんか名前同じでも違うのかな。ここはミントスの大富豪、ヒルダお嬢様のお屋敷です。ヒルダお嬢様はとても気難しいお言葉。くれぐれも失礼のないようにな。その人はヒルダ家に長年仕えてるあのおじいさんのことだね。と
この大きな屋敷が昼だけだよ。誘拐場？あれかな？あれ？本当に誰もいないのかな？いないいないって言っているのかな？それパターンじゃないんですかね？よし、じゃあそのヒルダさんのとこに行ってみましょう。あ、セーブしとこう。なんか何があるかわかんない。長年この家に尽くしてきたクルトスさんが重い病気だというのにお嬢様は知らんぷり。あまりにもひどいですよ。あなたはクルトスさんの親戚の方なんですね。どうかクルトスさんを助けてあげてください。どんな病気でも立ちどころに治してしまうというパデキアの根っこさえあればクルトスさんも元気になるはずです。おお、リバスト、来てくれたか。遠路はるばるご苦労じゃったの。そなたには話さなければならないことが山ほどあるのじゃが、すまぬ、わしはご覧の通りのありさまでの。もう少しすればきっと回復する。その時すべてを話そう。いやー、フラグっぽいな。ダメやで、そんなんじゃ。お、目の前で泥棒行為。まったくもう、どいつもこいつも役に立たない使用人たちだわ。もっと稼ぎが多くないと綺麗な宝石やいい洋服たくさん買えないじゃないの。ところで、何をあんた、勝手に人の部屋に上がり込んできて。さっさと出て行きなさい。うわぁ、引っ張ってきて。スリッパで、頭を後ろから引っ張ってきて。トイレのスリッパでね。さてと、なんだっけ。パデキアの根っこね。じゃあ、それを探してくるっていうことかな。でも、それっぽいこと言ってる人いないんだよな。お、こいつ臭い。やはり世の中で一番大切なのはお金じゃありませんな。うん、お金じゃないですよ。じゃあなんだ。まあ確かにね、お金なんてね、必要な分だけありゃいいんですけど、なかなかね、必要な分がないわけですよね。この大陸を南下していくと、ソレッタの村があるぞ。万病に効くパデギアの生産地として有名な村だ。よし、まあともかく、パデギアの根っこを探しに、じゃあ南下していくということですね。していくのか。あ、ちょっと待って、ちょっとお金、キメラの翼ぐらい買っといた方がいいか。あ、そっか、宿屋
が止まんないと。あれ、こいつだっけ。そういうことか。システム的に今キメラの翼が手に入るとまずいんだ。じゃあしょうがない。うん。意図してだと思うけど、敵が弱いですね。さっきの大陸と変わらん、敵が。ここからずっと南に行くとソレッタの村だよ。はい。しかしこの、なんだっけ、トルネコの BGM がすっかりなんかリバーストのなんかテーマソングっていうか、イメージ、ミュージックというか、BGM になってるんですね。なんか、イメージに合わない。あ、違う、これ、この曲、あれじゃん。全然トルネコじゃないわ。ちょっと待って待って。ああ、死んだやん。導かれし者よ、まだ死ぬ時ではありません。そなたに再び命を与えましょう。さあ、目を開けなさい。どこからだ。あ、はい。ヒント2だね。ちょっときつかったの。ちょっと背伸びしちゃったのかな。中期で15ってきつかったな。もう一ランク上の防具買った方がいいかな。あ、間違えちゃった。よし、じゃあ金貯めましょっか。このゲームがさ、ボリュームが全然わからないので、先が全然ね、読めないんですけど、おくらが終わるんだろうね。多分まだ半分もいってないよな。9月の22日に、長いこと前に予約してた、ディーバコンプリートがね、届くんですよ。あ、コンプリートなんて名前じゃなかったっけ？まあ、ともかく、ディーバのね、全機種版のやつがね、届くわけですよ。で、以前もなんかの動画の時に言ったかもしれないんですけど、一応、98版のディーバをちょっとやってみたいなと思ってます。まあ、動画にするほど、系のゲームじゃないかもしれないけどね。MSX 版とか、アクションシーンがあるディーバだったらまだしも、98版はアクションシーンが全然ないんですよね。なので、動画にしてもまったりするだけのような気がしますけどね。まあ、一回だけちょっとね、初見プレイとか、これだけとりあえず撮ってみようかな。それでやっぱり動画に向かねえってことだったら、まあ、そのまま終了ということで、
動画にしないでプライベートというか、自分の方で今の時やってもかなと思います。なかなかね、俺が好きなゲームってなんか実況に向いてないゲームが多いような気がするんだけど、そもそも俺自身が実況に向いてないのかもしれないんだけど、難しいんだよな。でもね、別になんだろう、レトロゲームを縛ってやってるわけじゃないんですけど、最新のゲームもやっていきますよ。とは言ってもね、以前から言ってるドラクエ11はやろうかなと思ってます。あとはちょっと興味あるのはあれですね、最近YouTube の方で動画があった竜が如く、セブンか、カスラ1番っていうキャラがね、新しい主人公として登場しますけど、キャラクター的にはちょっとね、なんかあまり好きになれないなーって初めは思ってたんですけど、なんか動いてるところ見るとこんなに悪くもないかなーって、なんかちょっとコミカルな面もあったりとかして、キリュウさんとはまた違った感じで、好きになれるかもしれないなーっていうふうに思いましたね。なので、竜の如くもね、全部やってるわけじゃないんですけど、ナンバリングだと何やってるんだっけ？ 5 と6だっけかな。あと、維新、竜の如く維新。あともう一個ぐらいなんかやってると思う。あと、木村が如くもやってますね。PL3 バージョン、もちろんね、発売日に買ったんで。あと、やるだろうなっていうのは、ファイナルファンタジー7のリメイク版はやるかな。だいぶまだ先ですけどね。あと、PC エンジンミニも予約してあるんで、来年の3月でしたっけ？クリア目指してやることじゃないと思いますけど、何かしら PC エンジンのゲームもやりたいかな。でも、ほとんどね、よく考えたらほとんどネットフリークの中に入ってるんだけどね。それはそれっていう。それ言っちゃおしねえよってね。こんなん言ったら全部パソコンの中に入ってるやろうって。300ゴールド超えたか。じゃあ今回はですね、なんだっけ、それったじゃなくて、たらったじゃなくて、今から向かう村にたどり着いたら終わりにしようかな。それっただったっけな。よし、じゃあ買い物なんかしましょうか。350っていうとブーメランか。どうすかー。ちょっと待って、冒
方を見とこうか。わあ、そっか。18。今どうじゃねえか、革の鎧だっけか。茨の道がね、グループ攻撃じゃないから、ここはやっぱ防具かな、優先は。今募集のことって、一緒に買えば良さそうだけど、でもお金ないし、いや、こっちで。あれ？あ、なんかいらないもの持ってそうだな。あ、これいいな。あ、ええやん。盗んでみるもんや。そうなると話がちょいと変わってくるな。+7。で、よし、じゃあこれで向かいましょう。あれ？音入ってなくない？あれ、音声また入ってないの？まあ、今更しょうがないか。これなんでだろう。まあとりあえずつい、ああなんか嫌なやつ出てきたな。なんとかついた。よし、じゃあこれセーブしよう。よし、じゃあ着きましたんで、今回は、これで終わりにしたいと思います。ちょっとまたゲームの音が取れてなかったっぽいんだけど、ちょっと設定見た感じ問題ないはずなんだけどな。
まあちょっとまた BGM は上から被せるかもしれないですけども。てかもう、動画の後半だから被せてあったかもしれないですけども。誠に申し訳ございません。またやっちまったのかな?ちょっと、見直します。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。